イリス君の見せたいものとは一体何なんだろうね。アドル君は何か聞いているかい？おじさん、アドル、待たせたわね。その、どう？に、似合ってないとか言うんじゃないわよ。なあ、ちょっとは気を使いなさいよ。シャンテが私のために繕ってくれたやつなんだからね。とても素敵だよ、イリス君。しかし店長に用意してもらったということはもしかして？うん、ダンデリオンで正式に働かせてもらうことにしたのは。だから自称暗殺者はもう廃業するわ。元王族って肩書きももう忘れることにする。もともと名ばかりだったけどね。イリス君、それが君の出した結論なんだね。ええ、ダンデリオンで過ごすうちにいろいろと思い知らされたのよ。私は全部をロムンのせいにしてただ逃げるみたいに生きてきた。でも私もみんなみたいに胸を張って生きてみたいと思ったの。だからその第一歩としてただのイリスになろうと思うわ。そうか、うん、君の決断を応援しよう。暗殺者よりもその姿の方が君らしいよ。うん、ありがとね、あんたたち。しかしそういうことなら勉強の方もしていかないといけないね。文字の読み書きはできるようだが少し世間に疎いところがあるようだから、店員として正式に働くのなら礼儀もきちんと正さないといけないよ。特にシャンテ店長には敬語を使うようにしないとね。おじさんのそういうおせっかいなところ私の育ての親とそっくりだわ。裏稼業の人っぽかったけどどこまでも食えない人だったわね。いくら暗殺術を教えろって言っても護身術しか教えてくれなかったし、私を預けた人の頼みとかで元から暗殺を教えるつもりはなかったみたい。結局あの人が病気で亡くなって私は飛び出してきちゃったわけだけど。そうか、それはまた辛い別れだったんだろうね。親御さんや君を預けてくれた人には感謝しないといけないよ。思ってくれた人たちのおかげで君は過ちを犯さずに済んだんだろうから。もうだからそういうのは余計なお世話なのよ。あんまり調子に乗ってると殺すわよ。暗殺者は廃業したんじゃなかったかい？ものがあったわ。いい、おとなしくそこで待ってなさいよ。うん、美味しそうな紅茶だね。それではいただくとしようか、アドル君。なかなか刺激的な紅茶だね。引っかかった。イスパニ特産の激辛香辛料よ。暗殺者はやめたけど一筋縄で行くと思わないことね。これからはせいぜいお店の料理にも気をつけなさい。これは参ったな。いたずらはほどほどにしてもらえると嬉しいよ。